はいどうも、ご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございます。タイマー11時37分、最後の1回潜っといたやつですね。というわけで今回は、アロンズロットを2体編成して、プレイしていこうと思います。イデアの攻略動画自体は前回出してるんで、まあ特に攻略内容は言わないんですけど、まあ、とにかく強いんですよ。今日ちょっとね、動画が撮れないところにいたんで、周回自体は普通にして、まあ、2体分の重心化のキャラ集めたんですけど、これね、行かれてるよ。こいつ。アロンズロット。まあ、攻撃力ゴリゴリ積んで、さらに紋章強化もしてるんで、通常のアロンズロットとはまず似て非なる存在になってます。そこは、ご了承ください。で、最後動画で負けたくなかったんで、一応アイテムは使っちゃってます。で、まず何がいいかって、いった表示したらいいや。このね、アスキリと同じ聖騎士なんですよね。だから、同族系が全部漏れる。これがね、非常に強いんだ、これが。あ、これミスったかな。戻ってくる力はないよね。まあ、しゃあない。ここで決めていきたい。で、前回はここでかなりやられたんですよ。で、理由としては、まあ、多分やられた方多いと思うんですけど、アジンキラー、こいつの。アジンキラーでだいぶダメージ食らっちゃったんですけど、今回ね、アジンキルアのみです。なんで、あいつらの攻撃は別に痛くないと。それだけでもね、だいぶ嬉しいんだ、本当に。あ、落雷外れたか。落雷はね、2分の1なんで。ただ、アロンズロットの長距電撃、長距電撃はもう触れた瞬間に格殺で倒します。この雑魚処理にもとても優秀と。いいね。で、特筆すべき点、ストライクショット。石川五右衛門、なんだっけ。闇属性の、ラウドラぶっ壊した。あの子。そう、あの子。あの子と同じストライクショット持ってるんで、期待値は高いよね。これ戻ってこれねえかな、俺。あ、揃えたわ。これ揃えなきゃいけないからね。ゲージ外すとね、楽です。ゲージ外すと、簡単に揃う。そう、あれ揃わなかった。ここか、このタイミングか。なんだっけ、名前。ここまで出てんだよな。とにかく、味方を加速させる SS? あれ持ってるんで、めちゃくちゃ使い勝手いいんだよね。やばいな。言ってる場合じゃなくなってきた。え、これこっち倒して揃うよね。やべ、全然倒せない。全然倒せないんだけど、いい感じに削れてきたんで、このまま倒しに行きます。そこまずいわ。言ってる場合じゃない。次、あれだよね。そう、あれが来ちゃうんだよ。どうすっか。こいつだけでも倒せばとりあえず止まるよね。過激ゴリゴリなら削れるでしょ、多少は。あぶねえ。ラスト1回だからな、慎重にプレイしていかないと。すみません、本来早送りするようなとこなんですけど、ぐだってしまってるんですが、早送りする技術がないんでご了承ください。揃ったらこっちのもゲージ外してあげて、こうサクサクっと、終わり。これがね、すぐできればよかったんですけど、まあ SS 溜まったしいいや。はい、じゃあステージ3、4か。ステージ4やっていきましょう。ゲージ外しでサクサクっと。これね、ゲージ外し思いついたときはね、気持ちよかったですね。これの処理案外難しいんだよね。この、名前はわかんないですけど、アジンキラーの子。これがね、嫌い。くるっと回ってこれるかな。ただ回ってこれないか。これのね、いい角度がまだ思いつかないんですよね。さっきね、周回はそこそこしたんですけど、思いつかなかったな。あ、嘘。ミスった。SS 買うわ。やばい。次で即死級のやつ撃ってくるからね。ゲージ外しましょう。で、この加速付与。マジ強え、これ。
で、自強化倍率が 1.1 だったかな。あんまり高くないんですよ。その代わりこの加速自体はきっちり4段かかるんで、単純に加速させるっていう目的で1段階目で使うのがね、私はいい気がしましたね。う、キルア。今回キルアはね、紋章はついてるんですけど、同族の過激と同族の加盟撃はついてないんで、前回の動画よりも攻撃力が下がってます。前回ね、キルア2だったからね。あとは落雷倒せるでしょ。倒せんかった。まあいいや。ほいじゃ、突破ですね。ちょっとね、危ういところあったけど、このね、加速不要の SS はね、その後も生きるからね。その後が生きるっていうのはでかい。で、アスナ&キルトも初めて使ったんですけど、まあ、やっぱスピード型なんで悪くはないですね。そんなめちゃくちゃ強いわけでもないけど。それで友情を当てていきましょう。はい、強い。で、雑魚処理が一気で終わるんで、こんな感じか？あー、まあまあいいか。一手で少しずつでも削っていかないとね。横勘でやる場合ね、かなり角度薄めがいいです。角度きつめにすると本当にほぼほぼどっか飛んでっちゃうんで、どっか飛んでくっていうかおかしいか、無駄な動きが増える。はい、じゃあ突破していきましょう。ボスです。イデアね、結構強いキャラなんで、まあ運極は目指したいっすよね、やっぱ。さあボス、ちょっと集中力上げていこう。いけっかな、これ。オッケー。そう、これミスるとなえるんだよね。さっきね、これを2回連続ミスって負けました。さあとりあえず、いや、ギャンブルだな。そんな技術はまだないし、別に焦るターンでもないんで。こんなもんかな？いや、ダメだった。落ち着け、落ち着け。ね、キルは加速するからね、これでいけると思うんだけどな。下に1体いるのがでかいね。やーべ、やらかした。やらかし万次郎だな。 SS 打っとくか。負けたくないしな。負けるぐらいだったら SS 打とう。できれば同時処理したいけど。ああ、まあいいや。すいません。PS がない私でも勝てるっていう体にしときましょう。加速ブーストさえかかってくれてれば、今、前回クラピカ使ったんですけど、加速1体積んでる状態なんで、多分いけると思うんだよな。いや、怖っ。うっそでしょ。いや、靴まで湧いたからな。まあ危ねえ、ほんと怖え。いやー、なんか綺麗な角度教えてほしいっすね。どういう風に打てば綺麗にね、雑魚処理できるとか。まあ、アロンズロットのおかげだね。とりあえずこいつを倒したいんで、倒しついでにちょっとでも削れやラッキーか。OK。残撃、調教残撃？結構削れますね。調教次元斬か。
そうか、二フレしたところで結局戻ってこないと削れないもんな。あ、それた。やばいやばい。嘘でしょ？加速 SS をかけるべきか迷うけど、まあ、でもここはかけなくても行きたいな。いや、かけよう。ビビってる俺。ビビったら使う。まさかでも捨てワンで2個使うと思わなかったけどね。あ、でもこの角度結構綺麗に切ってるな、真ん中。やっぱこう決まった角度が分かれば多分攻略難易度はぐっと落ちるんですけど、いやー、ここかー、この同時処理。トリマ揃えよう。ボスはね、いい感じに削れてるんで。削れてるというかアイテムですよね。アイテムと照明削り得得る。いやー、マジか。やっちまったな、俺。次もアロンズロットだから、何もしない方がいいね。お、ワンちゃんワンちゃん。さあ、ボスやっていきましょう。ただ SS 溜まってないんだよね。不安だわ。まあ、ジジュンで撃てるけどもだ。よしよし。雑魚処理はいい感じ。そこ移動しちゃうんだよね。移動されちゃうとだいぶ削りづらくなっちゃうんですよ。ああ、でもまあ十分十分。アスキーだったらこれで十分だ。一回か。あー、まあまあでもいいや。残り3ターンでしょ。 2P とか 1P の場所がいいから、次移動かかるんで、まあまあいけるでしょ、なんかない限り。OK。 ただ初手アロンズロット動きたかったな、 SS で。はい、これがまためんどくさいんだよね。前回これ弱点に近かった気がするんだよね。こう縦勘で処理した気がするんだよね。一体は縦勘で処理できないんだよね、これだと。だからとりあえず、まあ一体格殺だよね。一体ずつ格殺して移動速度戻していかなきゃ。あ、これか、この角度だ。そう、この角度からいけるとすごい気分がいい。一手で2処理できるからね。4P の位置だ。そうそうそう、 4P の位置すごくいい。いや、場所に恵まれた。さあ、ラスト油断せずやっていこう。 SS も一応1本溜まってるしね。2本溜まったか。
ずっとブーストできるね。これも油断せずに行きたいね。オッケーオッケー、処理はできた。で、1段階目ですけどブーストかけていきます。これですよ、この削り。いいね、当てた甲斐があった。そう、アロンズロットね、10連一発当たったんですよ。非常に嬉しかった。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。最後キラーだけどね、かなり危うい場面もありましたが、私でも勝てます。イデア、ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけでバイバイ。いやマジか、いや待て、一番かっこ悪いやつだな。いいね。